はいえー、皆様、あのー、報告会においでいただきましてありがとうございます。市議会議員の朝倉です。えっと、毎週金曜日の20時から21時、えっと、私が最初に2、2 30分、1週間のことを中心に船橋市議会のことを報告して、えー、そして、えー、そこまでは録画して、YouTube にそのまま、後で誰でも見られるようにアップします。 でその上で、その後は録画切って、まあ、皆さんからのご意見を伺いながら、まあ、自由に討論するという形で、えー、1時間程度の意見交換会をやりたいあんと思、やっております。それで、実はちょっと夏休みがいろいろありまして、えっと、久しぶりなので、えっと、その夏までのことも振り返りながら、9月議会が始まったところですので、その報告もしたいと思います。 これは、ね、8月の21日におこ行いました、えっと、小中学生、まあ、これは小学生の部ですが、の議会見学会の様子です。この最,最初の写真は。これも後で、えー、のまた紹介いたします。じゃあ次ですね。えっと、で、9月の議会が始まりました。あの、議会は、えー、3692という3の倍数の月を次に 月に中心に行われるんですが、今,月は今回は9月3日から行われています。で、えー、ただ、最近は議会の日程が1か月では終わらないので、まあ、10月の9日が最終日ということで、約1か月今日、えー、こういう形で議論してきまして、ちょうど9月3日の開会日で、えー、議案と発議案の提案、広、え、報、ー、委員会があったところです。 それでちょっと日程のことを言っておきますと、9月3日に市長からすでもに提案されたんですが、さまざまな議案が提案されます。で議案、議員から初議案が提案されまして、えー、それを審議するのは、10日に議案に関する質疑、11日に初議案に関する質疑となってまして、えー、それから私が委員長を務めている広報委員会が3日に開かれました。 それで、一般質問って議員がそれぞれの分野で質問するのが1週間ぐらいありまして、その後、各専門委員会の審議がありまして、概要算決算の全体に加きがあって、採決するという流れです。さて、えっと、今回の市長から提案された議案の概要なんですが、先ほど言いましたように、9月の10日に議案の内容について深く審議しますので、 その後でまた報告したいと思うんですが、えー、あとちょっとある動きがあったので、そのことも含めて報告したいと思うんですが、あのこのような、まあ、補正予算に関しては、このような、えー、議案が出ております。例えば、えー、とこのケアプランデータは、まあ、今まで手書きとかでやってたケアプラン、えーまあ、手書きというかあのその、えー、その共有が難しかった、えー、ケアプランについては、その、えー、共有をして、えー その関係者が使えるような形のシステムを、えー、作るための予算とか、えー、それから、あのー、後でこれ、議論しますけど、放課後クラブ、えー、まあ、児童クラブ、放課後ルームの,あの運営費補助金とか、ここら辺が、えー、提案されております。さて、詳しい話はまた来週ご報告します。それで、えー、ただ、今言ったばっかりなんですが、 実は本日、9月6日の夕方に、まあ、私のところに副市長から電話が来まして、ほ、えっとまあ、他の,あの議員のところにも多分、他の方から連絡が来たと思うんですが、急転直下議案第1号が撤回されるということが、えー、方針が示されましたで。撤回されるのは正式には9日、えー、週明けの、えー、と議会運営委員会で、 そのことが説明されて、10日の冒頭に撤回されると思うんですけど、そういう流れなんですが、その背景について説明しますと、あまあ、撤回されたら実はこの議論が逆にできなくなりますので、まあ、き説明しておきます。他の議案はこれからあのじっくり議論しておきますので、逆に言うと来週以降の報告でもいいんですけど、この撤回予定議案については、えー、実はここの、えっと、放課後 児童クラブ、えー、運営費補助金というところに関して、まあ、私もちょっと問題があると思っていて、他の議員も結構問題を指摘した人もいまして、これはあの、まあ、可決されない、まあ、されないまでいかなくても、非常に賛否が分かれすぎるだろうという、うん、判断が市長側でしたのか、撤回するという方針になりました。 えー、どういうことかというと、えっ、ー、と、船橋市の、あの、学童っていうんですが、あの、親が働いてる、えっ、ー、と、両親ともに働いてる共働きの家庭の子どもが、あの、まあ、学校が終わった後、親が帰ってくるまでの間、えー、過ごす場所が必要だということで、歴史的には、えっ、ー、と、20世紀ですね、あの、までは、あの、 学童民間学童クラブっていうのがあって、行田でもジャングルクラブとか、えー、仲良しクラブとか、そういういろんなところがあって、それが自主的にやってたんですね。で、どうやってやったかというと、保護者がバザーなんかをやりながらお金を出して、えー、っと自主的にその地域の方をやあのにお願いして、放課後、えーまあ、学童クラブって言ってたんですけど、学童をやってたんです。 で、それがやはり民間の努力でやってたのはいいんだけど、非常にこう運営費が大変であると、運営費を、ねえー、作り出すのが大変であるということで、えっと、これが、えー、1回1期、ま、1回前の市長というのは、まあ、船橋市の市長がな長くやるというちょっと悪癖があるので、えー、もう1997年に、えー、新しくなりました藤代市長という前市長が、あのー これを公設公営にすると、つまり市が責任を持って民間ではなくてやるという方針にしたんですね。で、それを公約にしたんです。で、確かにそれで1999年に、えー、から2000年にかけて、えー、民間から公設公営になったんです。で、その時にいろいろありまして、今まで民間で頑張ってきた学童の指導員さんたちが、 えーまあ、結局、そのプロセスでその仕事を辞めざるをえないということがあ,ありまして、そこに関して、今までこう船橋市の学童に貢献してきたのに、あまりにも冷たいんじゃないかという話の議論に、私もちょうど議員になったときにあの関わったんです。まあ、結果的にはまあ民間があの撤退する形で公設公営の学童になったわけです。 でそれが今の放課後ルームなんですでその時に実は一部の,あの学童クラブが頑張って、えー、と公設公営が始まっても自分たちはまあ歴史もあるから継続するという,うに言った時に、えー、まあ民間で努力して継続するわけですから、まあ、市が補助金出してもいいはずなんですが市は補助金を出すことをまあ断ったんですねあのつまりもう公設公営でやるんだから一切民間は。 あのまあ、自分たちで何も死がかわらずにやってもらえるのはいいんだけどその、えー、死からの補助金出さないということにしたんです。陳情も出ましたけど否決し、まあその否定されました。でそういう経過があって今あの公設公営の学童ルームが出てきたんです。ところが、えっと、特に船橋の西部を中心に人工像をしているところでは、えっと、公設公営の学童ルームが足りないという状況になっていましてあの、まあ、小学校によっては 第3ルームとか第4ルームぐらいまで作ってもまだ足りないという状況があって、その時に国がなんかその民間が学童を保育するときに市などがあの、まあ、それを援助すると補助金を出すというシステムを最近作ったみたいなんですね。でそういうこともあって、今回市があのそれを出してきたんです。あのまあえー、西部地区を中心に、えーっと 児童数が多くて民学童ルームが、えー、に入りきれないところの待機児童を、まあ、防ぐために、民間の、あのー、学童をやるときに、そこに補助をするという話になったんです。でそれは一見いいことなんですが、その過去の先ほど言った経過を見ると、民間、一旦完全に断ってきたのに。 あのその歴史等の整合性はどうするんだとか、あとはもう一つ問題なのは、あの公設公営だと約あの月に1万円という、もうどこの小学校でも1万円ということが決まってるんですが、民間にこう補助金出してやるその新たに作るところは1万円を守らないんですね、1万5000円まで OK というような話がありまして、それはその市が 責任持ってやる公ス行えだったり、一律であるべきだろうという議論がありまして、そこら辺が全く説明されずに、今回の議会に補正予算で提案されたもので、その歴史的経過を知っている人も含めて、えっ、ー、と、これはちょっと急おかしいんじゃないかという議論があって、まあ色々、いろいろ市長に私も他の議員と一緒に、えー、まあ、面会に行ったりしたりしまして、まあ、かそれで、 議案としては1回出されたんですが、結局出したのが火曜日で本日金曜日ですから、出した3日後にあの取り下げるという方向になりました。これが今,今回の一番大きな動きです。で取り下げられましたら、今の話は逆に表ではなくなるというか、あのまあ出そうとしたけれどという記録は残りますので、あのまあ、記録、そういう経過のことをまあと。 議論することはできると思うんですけど、まあ、撤回した以上は、まあ、その撤回はまあ認めるべきだろうと思いますので、撤回する、ただ、実は先ほど説明しましたように、他の学童以外のさまざまな予算もあるんですよって、一旦まずこの議案、補正予算を全部一回撤回した上で、まあ、多分ここの部分を削除して、再び出し直すという作業をするんですね。 というので、来週の頭にそれが処理されることになるということで、えー、ただもう、うん、9月10日にあの、議案に関して質疑することは決まっているので、この提案された補正予算以外、つまり撤回される予算以外を議論することになります。それで、他の議案ではこういうのが出てるんですね。これも来週議論した後に、 えーまあ、話そうと思います、まあ、例えば、新船橋橋の建て替えの話とか、武道センターの建て替えの話とか、あのえー、いう話ですね、などが出てきておりますので、まあ、ここら辺を、えー、議論することになります。それともう一つは、あのいろんな、えー、と教育委員とか、固定資産評価審査委員会とか、人権擁護委員の推薦の案件。 それともう一つが、あれここ,すまんここですね。決算の認定議案が出てます。つまり、決算というのは9月に、えっと、えっと、市のよ予算決算の流れは3月に予算決めます。そして9月に決算をするんです。決算というのは前年度、今で言うと、えー、昨年の3月、あ今年の3月までの2023年度の予算の執行状況についての報告が、 今きまして、それについて審議するというのがありまして、それについてはまあその、さっき、えー、撤回される補正予算とは関係なくも、もこれはあのここ固定しているのでこ、ここら辺で議論ができるということで、10日にはまずその議論を先行することになります。それでその後一般質問があるんですが、一般質問は私はこのようなテーマで、まあ、前から取り組んでいる医療センターの問題、それからまあ水害、この間、ちょっと あの台風7号と10号もありましたので、水害の河川の水位や水害危機事態の把握について、まあ、監視カメラや水位計による把握をもっと進めて、それをもっと情報公開した方がいいんじゃないかということ、それからあの公民館の利用率が低いので、もっと一般に開放、まあ、つまりサークルで利用する形で以外でも、公民館の部屋を、えー、その個人と言っ,言っていた市民が、 まあなんていうかな、閲覧室,閲覧室というか読書室みたいな形で利用できる。まあ、えー、児童、生徒も勉強の部屋として利用できるという形にした方がいいんじゃないかという話。それから、クーリングシェルター、これ、暑さ避難所なんですけど、それについてとか、それにクーリングシェルターに関して自治会、長会館がまあ十分利用されてないので、ここら辺に利用した方がいいんじゃないかということ。それから、よくご作の方からも言われるんですけど、ミニバス、あの、えー、 なんて言うかな、路線バスが減ってる傾向の中で、地域から、えー、こまめに走る小さなバスがあった方がいいんじゃないかという議論、か学校給食費と行財費などの保護者負担の問題、えー、など、あと、これが私がちょっとこの間やってきた紫式部の古典の話とか、えー、そこら辺を、えー、と質問しようと思っています。これが13日に質問する予定です。それでちょっとあの、 簡単に、まあ、9月の冒頭ですので、8月にやったことの振り返りを,を簡単にしておきたいと思うんですが、先ほど冒頭に出しました、私が広報委員長やってます、広報委員会で、小中学生を招いて、えー、議会の本段会を行いました、あまあ、議会の、えー、見学会と、それから意見交換会を行いました。 で、えっと、これがその様子です。で、結構、小学生が100人以上、中学生が二十数人、高校生もあの6人だったかな、参加しまして、まあ、あの非常に意見交換しながら、あのうまく、うん、まあ,あの、きっかけになったかなと思います。それから、私自身は、各公民館もありまして、えっと、まあ、これはあの、あの、母子生活支援施設でずっとやってきてるんですが、夏休みは特に各公民館を回って、 いろんなあの勉強を見たりしました。えっと、これは夏休み、巡回して公民館で勉強を見たということですね。それから、えっと、まあ、先ほど言った「源氏物語、えー」解釈シリーズ、えー、解説シリーズもやったりしました。それからマンション管理の情報交換会もやりまして、このような夏の、夏はこのような取り組みをいたしました。で、ちょっとさらに遡ると、6月の機会で質問した、えー 防災用のエレベーターチェアをもっと市内の公共施設とかに配,あの配,、えー、配置するとともに、あのまあえー、とマンションとか、えー、とアパート、高層アパートが、えー、使えるように、港区みたいに配布したほうがいいんじゃないかという質疑を6月にした様子が、まあ、8月の3日からに発行されてます、市議会大にこれ載っています。これ、港区役所の様子です。 はい、まあ、船橋してもこれを進めたほうがいいんじゃないかという質問を前回いたしました。あとは今やられている事業としては、自転車のヘルメットの補助について2000円補助が出るので、これ今も継続中ですので、まだあの、えー、勝手な、まあ、補助を考えている人はぜひご活用ください。あとはまあ、あ普段からこう日常の道に関する要望を受けたまってますので、何かあれば。 まあ道路を確保するのは難しいんですが、こう道路の段差を解消したりするのは比較的一度だったら要請すればできるので、何かありましたらおっしゃっていただければと思います。あとは、台湾の学会行った話とか、まあ、あの不登校というか、学校に適応し、あのまあ学校に合わない子どもの支援の話とか、あの動物愛護の話、あるいは、 えとこれ動物愛護のことについて横しし、横浜市に視察に行った話ですが、また、障害児の保育園とか小学校への受け入れの話について、えー、懇談をしたりして、さまざまな方とつながって、まあ、市の担当課と話し合ったりしています。以上が大体、えー、この9月議会の、まあ、ちょっとその一つの大きな動きと、それから、 具活期間の大体の日程の流れ、ならびに8月にやったことの概要、で、8月以前にやったことの私の活動の概要ですので、えー、ご報告いたしました。それでは、これから質疑応答の時間にいたしますので、ログはここで切りまして、えっと、まあ、自由にご意見いただければと思います。